こんばんは、岩達です。今日ご紹介したいニュースはですね、有本恵子さんのお母様であるですね、有本佳代子さんがですね、ご逝去なさったという報道がありました。で、産経新聞にですね、生前に、産経新聞にの、寄せたですね、手記が載せられてるんですけれども、1983年8月9日に帰国する予定だったというふうに書いてあるんですけど、それ以来全く連絡が途絶えてしまったということで、お母さんも毎朝神さんをお祭りして一日でも早い帰国とお願いしております。それまで恵子たち家族の健康と私たちの健康も共に念じておりますというふうに書かれていて、悲痛な今叫びの声だと思うんですね。1983年、実は私1983年生まれですから、私が生まれた時からですね、もうずっとお会いできないという状況が続いている。で、この北朝鮮の有本さんの件に関して言うならば、これは確実にですね、動かしていたのはこのチュチェ思想なんですね。有本さんをですね、この実際に誘拐した、この方がですね、書いてる本があります。八尾めぐみさんの本ですけれども、どう、ヨーロッパとかですね、いろんなところで日本人の獲得作戦っていうのが北朝鮮によって展開されていまして、で、それどういうふうに行われたかっていうとですね、こうやって、1977年5月14日にキム・イルソンが日本革命村、これ、淀川のハイジャック犯たちが住んでいたところに来て、5月14日にですね、この、教示というのを書くんですね。教示っていうのは、教えるに示すという書く教示ですけれども、で、これ何を言ってるかと。日本で近日成主義、これ、チュチェ思想です。に基づく革命を行うためには革命党の創建が必要であり、党の周辺に、近日成主義の影響を受けた勢力を置くことが大事だ。そのためには自分たちの政治運動の中核として活動する日本人を海外で獲得することが当面の課題となると言ってですね、日本人を、全くですね、知らない日本人を、次々と、北朝鮮に送り込んでいったんです。で、この時にやった手口は完全に詐欺そのものです。で、要するに、いい働き口があるとか、困ってる人のところに行ってですね、働き口ないんならここ あるよと言って、相手が喜んでる時に、まず一旦北朝鮮に行ってもらうとか言って、北朝鮮に連れて行って、で、帰れなくしちゃうというやり方なんです。で、しかも、その行く時にですね、いくつか手紙を書かせていて、今、どこどこで、例えばスウェーデンでとか、ノルウェーで、元気に暮らしてますとかって、そういうのを書かせて、そこの地からですね、手紙を実際出させるんです。そうすると、2年、3年来なくてもですね、まあ頑張ってるんだろうと家族は思い込むと、こういうことをやっていた悪辣なチュチェ思想の被害者なんですね、この有本さんは。ですから我々は思想の力っていうものを見くびってはいけなくて、これは本当にオウム真理教と本当に近いものがあります。北朝鮮のチュチェ思想っていうのは、でチュチェ思想に一度洗脳されてしまうと、それ以外の考え方っていうのができなくなるんですね。で、皆さん、そんなの自分には自我があるじゃないかって思われるかもしれないけれども、そう簡単なものではありません。朝から晩までですよ、ずーっとチュチェ思想の正しさについて議論をさせられてですね、本を読まされて、で夜にはですね、なんかお前の考え方はチュチェ思想と違うじゃないかとかっていう議論して自己批判をしろとかっていうのを1週間繰り返していったら、人間の理性っていうのはね、崩壊しちゃうんですよ。人間ってね、そんな強い存在じゃないんです。だから北朝鮮っていうのは人間の脆さをですね、非常に使っていて悪辣なんです。で、この人の人生をですね、全く狂わせてしまうと、これがチュチェ思想の恐ろしさだというふうに私は思います。有本さんのですね、結局最後までお会いできなくて、私はね、全国会議員にですね、お願いしたいと思います。これはね、党派を超えた問題ですから、この北朝鮮の拉致問題に関してはですね、これはもう本当に全党派を挙げて、この日本にですね、一日も早くですね、帰国できるように、もう圧力も含めてですね、いろいろなもう方法を取って北朝鮮とですね、交渉していただきたいと思います。基本的人権が侵害されてるんですから、基本的人権が侵害されている状況をですね、国会議員が放置しているっていうのは、私はこれ許し難いというふうに思います。ぜひ、国民の皆さんもですね、拉致問題は絶対に許してはいけないという、これを共有していきたいというふうに思います。
今後もこの番組を続けてまいりたいと思いますので、チャンネル登録のほどよろしくお願い申し上げます。またですね、このほどですね、岩田敦大学というものを作りまして、1時間から1時間半のですね、講義を行っております。こちらもご入学いただければ幸いです。どうぞよろしくお願い申し上げます。今週はですね、さらにもう一つお知らせですけれども、いつも8時からですねライブを行っているんですけれども、今週は6時からですね、ちょっと特別バージョンのライブを配信したいというふうに思っておりますので、ぜひですね、一部分でもいいのでご参加いただけたらと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。